はい、こんにちは、松岡です。今日もね、プラレールを買っていました。てかね、そう、前回なんかこれ見て、いや、こっち欲しいみたいな、これわかるかな、ナハネフ22、20系客車ですね。こちらのね、中間車っていうか、まあナハネフ22しか売ってないんで、売ってないっていうか製品化されてないんで、中間車っていうか、まあ客車をね、欲しい、なんか作っていきたいなって思ってたんですけども、そしたらリスナーさんがですね、これに合う車両、なんていうの、中間車にできそうな車両を教えてくれたので、今回そちらを買ってみました。ということでね、中古店に行ってこちらを購入しました。これわかるかな、スペンサーっていう、機関車トーマスに出てくるスペンサーというね、キャラクターの客車になります。ということで開封してみたいと思います。はい、こちらですね、どうやら付属している客車がこのナハネフ22の、形にすごいそっくりだということで、ちょっと一回比べてみましょう。はい、まずここからですね、こ似てるね、結構似てんじゃない、屋根の形といい、側面はね、同じぐらいだ、結構似てるぞ。ただここだね、側面、ここをまあ切っちゃうか、それともそのままにしちゃうかとかだね。はい、こちらをね、2両買ってきました。そうすればね、なんかいけそうじゃない、これ。ちょっと改造して塗装変更して、あの窓枠とかちょっと埋めるのめんどくさいけども、それすればさ、結構これのフル編成、朝風なら朝風でいいし、まあ他にもいっぱいあるんだけども、それなんかいけそうじゃない、これなら。でカニさんはこっち、お前いただいたやつだね、お前いただいたパード9でいただいたやつだ。これをつなげていって、今改造してつなげていけば、なんとか4両ぐらいにはなるんじゃない、頑張ればということでね、こちらスペンサーの客車がどうやら、20系客車に合うという噂を聞いてやってきました。ちょっとね、これやってみたいと思います。あ、屋根がちょっとボコボコしてるから、ここ取れず綺麗にして、でここを埋めたり穴開けたり、埋めたり穴開けたり、で側面がね、ちょっとね、曲線描いてんだよね、結構曲線を描いてんで、ここ綺麗にし、あーでもどうしよう、ここ普通に何もせずにしちゃおっか、それとも、まあ、お湯丸とパテ使ってここを、このここを複製してペタペタやるか感じですね。ということで今回はスペンサーの客車ということで、今回はこれで以上です。一回ね、中見てみよう。あ、こういう感じですね。あ、汚い。あ、汚かった。じゃ、これ洗おう。